三条西家本は、室町時代に入ってから三条西サネが、小本を元に作ったとされる、源氏物語の写本。玄区内庁所領部像のものと、日本大学図書館像のものがある。前者は、サネ奥垣本、サネタ歌唱奥垣本、あるいは奥垣の源氏から、青表紙小本、原所像者から、所領部本と呼ばれることもある。後者は、 三条西家小本、小本源氏物語、あるいは原書蔵者から、日大本と呼ばれることがある。本社本は、全54条が揃っている写本であり、サネタかホ複数の手による写本である。山岸徳平の皇帝による、岩波日本古典文学大系、源氏物語から1963年の定本になった。本社本は、 というサネタカの辞書の奥書きがあり、加えて顔が記されている。他の巻については特に奥書きはなく、末尾にサネタカの顔のみが記されている。県大名言とあるので、サネタカがその人についていた1489年から1506年までの間に成立したとみられる。本写本は山岸によると、大体がサネタカ自筆による写本とされているが、 付属の、源氏物語筆者の数によれば、サネタカ自身により筆者された巻は、かがり火一巻のみであり、本社本は、全体としては、サネタカの周囲にいた複数の人物により書者された、より合い書きである。当時の天皇をはじめとして、身分の高い道場人や著名なレンガ師などが書者する、ことで権威を高めた本であると推測されている。山岸は、自身が手がけた、 注釈書である、日本古典文学体系本の定本に本社本を採用し、本社本を三条西家が小本としていることや、源氏物語の解釈などには、大きな影響力を持ったルフボンであった伝査が、本源氏物語、エイリー現時物語、首書、源氏物語、古月書などの江戸時代などの版本がこの社本の、系統の本文に近いことなどを理由としてこの社本を、 藤原定家の自筆本に最も近い青表紙本の最前本であるとした。一方、池田機関は、源氏物語体制の定本に、大島本を採用し、藤原定家の自筆本を除けば、大島本が青表紙本の最前本であるとしたため、両者は、議論を繰り広げた。しかし本社本の本文自体を、藤原定家自筆本や名有本など、 青拍子本系統の写本、美州家本や高松の宮家本など、河地本系統の写本、保坂本、国冬本、行物本、保国文庫本など別本に属する写本と詳細に、比較する研究が進められた、結果、本写本の、玉かずら、二大宮の二条は、青表紙本ではなく、河地本に属する本文であり、須磨、ま、梅子、柏木、宿り木の四条は、 別本の本文とすべきことが指摘され、全体として、良質な青表紙系統の本文とは言い難いと評価されるようになり、その後、源氏物語の行為を示すにあたって、比較対象の一つとして取り上げられることはあっても、定本として採用されることはほとんどなくなっている。百九十三年から百九十七年にかけて、同じ和紙書店から出版された、 新日本古典文学体系の、源氏物語では三条に主化本に変えて、大島本を定本に採用している。日本古典文学体系、岩波文庫ワイド版、岩波文庫英遠校中古典草書青描紙、本源氏物語サネタカによるとされる写本には、上記書料部造本の他に、日本大学図書館所蔵本もあり、こちらは、夕霧巻を書く五十三条であるが、 この本の輪母本が複数残っているので、比較的近年まで、全54条揃っていたと見られる。源氏物語体制で、三条西下本と呼ばれ、三の写本記号で対抗に用いられたのはこの本である。手習い巻の奥書きに冷めたかの言葉として、衣装本書者の老後の手習い無その駅山記とある。また、 この本を書写したという御用全員新筆本夢、浮橋間末奥書きにも、遺産上西家伝の小本例等車料とある。一丁十行書き、和歌は、だいたい二字分下げて二行書きで、二行目の後は、地の文へそのまま続く。サネタが七十七歳の時に、息子の孔順、金枝と共に三人で書写したものである。書料部造本は、 多くの寄り合い書きなのに対してこの本は、三条西家の家本を作ろうという姿勢があると、片桐洋一は指摘する。山岸徳平は、所領部造本から移されたとするが、多くの異動があるため、直接の親子関係はないと見られている。三条西家本と呼ばれうる、源氏物語の写本としては、上記の二写本の他に、などいくつか存在している。ありがとうございます。